レミ・ロバートは、アメリカ合衆国の俳優、歌手、アイドル。アメリカ合衆国テキサス州ダラスで、父パトリックと、母、ダイアナの下に次女として生まれた。姉と妹がおり、姉ダラスは5歳年上、妹マディソンは10歳年下。ちなみにダラスは、レミと同じく俳優兼歌手である。メキシコ人、アイルランド人、イングランド人とイタリア人の血を引いている。10歳の時、テレビ番組、バーニー&フレンズでデビュー。その後様々な番組への出演を重ね、2008年にディズニーチャンネルで放送されたテレビ映画、キャンプロックのヒロインミッチー役で一躍大ブレイク。同作品の続編、キャンプロックにファイナルジャムも大ヒットし、ワールドツアーも行った。2008年9月、ファーストアルバム、Don't Forget を発表。大人気のジョナスブラザーズから楽曲提供のあった本作は、ビルボード200初登場第2位を記録。2009年7月には、セカンドアルバム、Here We Go Again が発売され、初登場1位のヒットとなった。2009年2月には、自身主演のディズニーチャンネルの新しいドラマシリーズ、サニー・ウィズ・チャンスが放送開始された。さらに夏には、親友のセレーナ・ゴメスと W 主演する、ディズニーチャンネルのテレビ映画、プリンセスプロテクションプログラムが放送され、国を追われるプリンセスを演じた。2010年5月、米ニューヨークポストが、ティーン TV スターのギャラをランキングで発表し、サニー・ウィズ・チャンスの1話あたりの出演料が$12,000で8位にランクインした。専門家は、出演料はエージェントやマネージャーなどへの支払いがあるため、実際に受け取る金額は30から40% でしょう、と分析している。2010年11月、活動休止を明らかにした。2016年7月2日、ジョイントツアーのフロリダ州オーランド公演に、6月12日に、同州で起きた銃撃事件の被害者たちを招待した。ニック・ジョナスと共に、グラミー歌手アンドラデをゲストに迎え、彼女のヒット曲、ライズアップを一緒にパフォーマンス。この間、スクリーンには、事件で命を落とした被害者たちの名前が表示。そして、最後には6月10日に、ファンの目前で射殺された歌手、クリスティーナ・グリミーの名前も映し出され、現地で起きた2件の悲しい事件被害者たちを観客と共に偲んだ。学校でいじめを受けたことから、摂食障害を患い、自傷行為を繰り返すようになったためリハビリ施設に入院。自身のバックダンサーのアレックス・ウェルチに暴行を加えたことが明らかになったが、両者の和解により解決された。米ティーン向け雑誌、セブンティーン最新号の表紙を飾ったデミは、同誌の特集インタビューで、嘘はつかないよ。私は、セルフメディケーションしたことがある。アルコールを飲んだり、ドラッグをやったり、多くのティーンが痛みを麻痺させるためにするようにねと告白。でも、今は飲酒しないし、ドラッグもやらない。食後に吐くこともしない。絶食もしない。恥じることなど、何一つしていないと語り、アルコール、薬物乱用や、摂食障害から克服したことをアピールした。2011年1月、リハビリ施設を退院し、新曲のレコーディングをしているという。2015年5月にはそれまで3年間、飲酒と薬物乱用を一切しなかったことを SNS を通して公表し、完全に克服したことを祝った。が、2018年10月、ヘロインのオーバードーズと見られる症状で病院に搬送された。また、自身が双極性障害や摂食障害等の精神疾患に罹患したことをきっかけに、精神疾患患者の自助グループ BE ボーカル、スピーク、アップフォーメンタルヘルスを2015年より支援している。2021年5月、ノンバイナリーであり認証代名詞は、ゼムを使用すると公表した。太字は、主演作品。ありがとうございます。